こんばんは。ヘブンバーンズレッド無課金攻略中のアーサーです。今回はピックアップ無料ガチャをやっていきます。いつも通り無料ガチャだけにしようと思ってましたが、クォーツがあるのでガチャを回してみようと思います。無料ガチャで23回引けますので、177回で SS と交換できるようになります。通算の SS 排出率は約 2.13% ですが、今回はどれくらい出てくれるでしょうか。30回以内に早速 SS が出てくれました。ピックアップキャラが出るでしょうか。勝利とは我が示す道よ。残念ながらピックアップは失敗しましたが、持っていないキャラが出ました。このスタイルは残属性のバッファーで、単体火力を大幅に上げ、連撃数も上昇させる専用スキルを使えます。 S スタイルには防御力を下げるスキルもあるので、サポート要員として非常に優秀だと思います。でかなれ、これでどうや。なんと SS がもう1体出ましたよ。メグミンの初期スタイルは1つ持ってるので、これで限界突破が1回になりました。いきなり SS2 体出てくれて幸先が良いですね。この調子でどんどん出ちゃってください。ちなみにポイントでどっちの SS と交換するか決めてません。これで50連目です。これで出てくれないと平均値を下回ります。孤独の檻に落ちてください。ピックアップの SS スタイルが出てくれました。シャルロッタは闇と突属性のデバッファーで、敵全体の防御力と闇属性防御力を下げつつ攻撃できます。しかも SP0 以上で使用することができるので、連続使用や短期決戦にも向いています。これでピックアップのスタイルは最低限ゲットできました。未所持の S スタイルもゲットできました。100連目です。120連目で4体目の SS が来ました。想像の前に破壊あり。もう1体のピックアップが出てくれました。ブリティカは打属性のディフェンダーで、前衛の防御力を高めてデフレクタを回復するスキル、敵の強攻撃を封じ、3ターンの間役状態にして攻撃力を下げるスキルがあります。さらに SP0 以上で使用できるので、スキルの使い勝手も良いと思います。高難易度の敵と戦う時に活躍しそうです。これでどちらかを交換分で限界突破できるようになりました。ユイナ先輩の未所持スタイルもゲットしました。120連で SS4 体は平均より少し良いですね。140円で5体目のレインボー来ました。170円で約 5.2 体なので、これで一安心です。天球の断りを今ここに。桜バセーラの別衣装ですね。このスタイルは氷と打属性のディフェンダーです。専用スキルは全体の氷属性スキルの攻撃力を上げ、さらに防御力上昇効果が2ターンあります。氷属性の全体攻撃スキルもありますし、ジェネライズでクリティカル上昇させることもできます。防御力上昇は強敵との戦いに効果的ですし、これで氷属性編成がかなり強化されました。サイレンナイ、低加減ナイ、攻撃でき
ここでまさかの連続ゲットです。ムンボ弥生のクリスマス衣装は以前に出たので、これで限界突破することができます。残り30回あるのでもう1体出てほしいですね。150連目です。最後にもう一度レインボー来ました。170連で7体の SS、 こんなに出たのは初めてですよ。想像の前に破壊あり。ピックアップされてるブリティカが出ました。これで通算172回になりました。あとは無料ガチャをやって、最後に足りない分をクォーツで回します。無料ガチャの3日目からです。毒の檻に落ちてください。無料ガチャ4日目にシャロゲットです。これで交換なしでどちらも限界突破1回です。 SS が出過ぎてやばいですね。200ポイントまで残り26回やりますから、もしかしたらもう1体あるかもって期待しちゃいますね。無料ガチャは残り3回です。ポイントは193まで貯まるので、クォーツで7回ガチャをして完了です。ここからクォーツで7回ガチャやります。シャロとブリティカのどちらを交換するかですが、汎用性の高いブリティカに決めました。これでブリティカは限界突破2回のレベル130になります。ピックアップガチャは残り3回です。美少女の方が絵になるから。最後の最後の200回目でレインボーを着てしまいました。カレンちゃんの赤ずきん衣装は火と山属性のブラスターです。敵全体に破壊率特大の攻撃ができるので、複数の敵が出てくるボス戦で使えそうです。ピックアップガチャ200連の結果、 SS スタイルは9体出ました。交換する SS はブリティカにします。最後に S 以上確定チケットガチャを9回やります。